ある時、30匹のアマガエルが一緒に面白く仕事をやっておりました。これは主に虫仲間から頼まれ、シソの実やケシの実を拾って花畑をこしらえたり、形のいい石や苔を集めてきて立派なお庭を作ったりする職業でした。こんなようにしてできたきれいなお庭を私どもはたびたびあちこちで見ます。それは畑の豆の木の下や林の奈良の木の根元や、また雨だれの石の影などに、それはそれは上手に可愛らしく作ってあるのです。さて30匹は毎日大変面白く仕事をやっておりました。朝は黄金色のお日様の光がトウモロコシの影帽子を2600寸も遠くへ伸び出す頃から、さっぱりした空気をスパスパスって働き出し、夕方はお日様の光が木や草の緑を飴色にウキウキさせるまで歌ったり笑ったり叫んだりして仕事をしました。ことに嵐の次の日などは、あっちからもこっちからも、どうか早く来てお庭を隠してしまった糸を起こしてくださいとか、うちの水苔の木が倒れましたから大急ぎで5、6人来てみてくださいとか、それはそれは忙しいのでした。忙しければ忙しいほど、みんなは自分たちが立派な人になったような気がして、もう大喜びでした。さあ、よし、さあ、立派ね。いいか、よい、どっこっしょ。おい、うちこなわだ、頼むよ。いいとも、そら、引っ張れ。おい、ビキコ、そこを離せ。縄を結んでくれ。よーい、やった。それもう一息。よーい、やった。ところがある日、30匹のアマガエルがアリの公園地をすっかり仕上げて、みんな喜んでひとまず本部へ引き上げる途中で、一本の桃の木の下を通りますと、そこへ新しい店が一軒出ていました。そして看板がかかって、桜屋ウイスキー一杯2本と書いてありました。アマガエルは珍しいものですから、ぞろぞろ店の中へ入っていきました。すると店には薄黒い田の様ガエルがのっそり座って、退屈そうに一人でベロベロ舌を出して遊んでいましたが、みんなの来たのを見て途方もないいい声で言いました。へい、いらっしゃい皆さん、ちょっとおやすみなさい。何ですか、桜井のウイクというものがあるそうですね。どんなもんですか、試しに一杯飲ませてくださいませんか。へい、桜井のウイスキーですね。一杯2杯ですよ。ようござんすか。ええ、ようござんす。すると殿様ガエルは泡粒をくり抜いたコップにその強いお酒を汲んで出しました。ひどいもんだ、腹が焼けるようだ。おい、みんな、これは気体なもんだよ。喉に入ると急に熱くなるんだ。ああ、いい気分だ。もう一杯くださいませんか。はいはい、こちらが一遍済んでから差し上げます。こっちへも早くください。はいはい、お声の順に差し上げます。さあ、これはマナと。いや、ありがとう。うまいもんだ。こっちへも早くください。はい、これはあなたです。はい、もう一杯おくれ。こっちへ早くよ。もう一杯早く。どうかお急ぎにならないでください。せっかく測ったのが困りますから。ヘイト、これはあなた。いや、ありがとう。キョンキョン、こんな具合でアマガエルはおかわりおかわりでたくさんお酒を飲みましたが、飲めば飲むほどもっと飲みたくなります。もっとも殿様ガエルのウイスキーは石油缶にいっぱいありましたから、泡粒をくり抜いたコップで1万遍測っても一分も減りはしませんでした。
もう一杯おくれ、もう一杯おくれたらよ、早くよ、さあ、早くおくれよ。へいへい、あなた様は302杯目でございますが、よろしゅうございますか。ええー、おくれたらおくれよ。へいへい、よろしければ差し上げます。さあ。そのうちにアマガエルはだんだん酔いが回ってきて、あっちでもこっちでもキーキーといびきをかいて寝てしまいました。トノサマガエルはそこでにやりと笑って、急いですっかり店を閉め、お酒の先床にはきちんと蓋をしてしまいました。それから戸棚から臭い肩びらを出して、頭から顔から足の先までちゃんと着込んでしまいました。それからテーブルと椅子を持ってきて、きちんと座り込みました。アマガエルはキーキーといびきをかいています。トノサマガエルはそこで小さな腰掛けを一つ持ってきて、自分の椅子の向こう側に置きました。それから鼻から鉄の棒を下ろしてきて、椅子へどっかり座って、一番端のアマガエルの緑色の頭をコツンと叩きました。おい、おきな、感情を払うんだよ、さあ。キー、キー、こっ、おい、ど、誰だ、人の頭を殴るやつは。感情を払いな。ああ、そうか、感情はいくらになってますか。お前のは342杯で85銭5厘だ。どうだ、払えるか。アマガエルは財布を出してみましたが、3銭2厘しかありません。なんだお前は、3銭2厘しかないのかい。あきれたやつだ。さあ、どうするんだ。警察に届けるぞ。ああ、許してください、許してください。言えないか。さあ、払え。ないんですよ、許してください。あなたの代わり、あなたの家来になりますから。そうか。よかろう。それじゃ、お前は俺の家来だぞ。仕方ありません。よし、来るだけに。はい。トノサマガエルは次の部屋の戸を開いて、その平行したアマガエルを押し込んで戸をピタンと閉めました。そしてにやりと笑って、またどっしりと椅子に座りました。それから例の鉄の棒を持ち直して、2番目のアマガエルの6章色の頭をコツンと叩いて言いました。おいおい、起きるんだよ。感情だ、感情だ。キー、キー、こっ、もう一杯おくれ。何を寝ぼけてんだよ、起きるんだよ、目を覚ますんだよ、感情だよ。なんで人の頭を叩くんだ。一応で寝ぼけてんだよ、感情を払え、感情。感情はいくらになってますか。お前のは600杯で1円50銭だ。どうだい、それくらいはあるかい。アマガエルは透き通るくらい青くなって、財布をひっくり返してみましたが、たった1銭2厘しかありませんでした。あるくらいみんな出しますから、どうかこれだけに負けてください。お、1円20銭もあるかい。おや、これはたった1銭2厘じゃないか。あんまり人をバカにするんじゃないぞ。勘定の100分の1に負けてくれた、よくも言えたもんだ。外国の言葉で言えば 1% 負けてくれたと言うんだろ。人をバカにするんじゃないぞ。さあ払え、早く払え。だってないんだもん。なきゃ俺の家来になれ。仕方ない、それじゃ、そうしてください。さあ、こっちへ来い。トノサマガエルはアマガエルをまた次の部屋に追い込みました。それからまた椅子へどっかりかけようとしましたが、何か考えついたらしく、いきなりキーキーいびきをかいてるアマガエルの方へ進んでいって、片っ端からみんなの財布を引っ張り出して中を改めました。どの財布もが3銭より下でした。ただ一つ、いかにも大きく膨れたのがありましたが、開いてみるとお金が一粒も入っていないで、
椿の葉が小さく折って入れてあるだけでした。トノサマガエルは喜んでニコ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 笑って棒を取り直し、片っ端からアマガエルの緑色の頭をポン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 叩きつけました。みんな、あいだ、あいだ、誰だいなんて言いながら目を覚ましてしばらくケロケロケロしておりましたが、いよいよそれが酒屋の親父のトノサマガエルの仕業だと分かると、もう見ないっぺいで、なんだい親父、よくも人を殴ったなと言いながら四方八方から飛びかかりましたが、何分トノサマガエルは三十ガエル力あるのですし、臭い風にらは来ていますし、それにアマガエルはみんな白煙ウイスキーでキョロキョロしていますから、片っ端からストーンストーンと投げつけられました。おしまいにはトノサマガエルは11匹のアマガエルをもじゃもじゃ重ねてペチャッと投げつけました。アマガエルはすっかり恐れ入って震えて透き通るくらい青くなって、その辺に平伏いたしました。そこでトノサマガエルがおごそかに言いました。お前たちはわしの酒を飲んだ。どの感情も80銭より下のはない。ところがお前たちは5銭より多く持っている奴は一人もいない。どうじゃ、誰かあるかなかろう。うん。アマガエルは一度ふうふうと息をついて顔を見合わせるばかりです。トノサマガエルはまた得意になって始めました。どうじゃ、なかろう、あるかなかろう。そこでお前たちの仲間は前に来たい、お金を払う代わりに俺の家来になるという約束をしたが、お前たちはどうじゃ。この時です。皆さんもご存知の通り、向こうの部屋の中の2匹がその隙間から目だけ出してキーと低く鳴いたのは、みんなは顔を見合わせました。どうも仕方ない、そうしようか、そうお願いしよう、どうかそうお願いします。どうです、アマガエルなんていうもの、人がいいものですから、すぐにトノサマガエルの家来になりました。そこでトノサマガエルは次の部屋の戸を開いて前の二人を引っ張り出しました。そして一同へおごそかに言いました。いいか、この団体は改良団ということにしよう。わしは会の団長じゃ。明日からみんな俺の命令に従うんだぞ。行け！仕方ありません！とみんなは言いました。すると殿様ガエルは立ち上がって家をぐるっと一回し回しました。すると酒屋はたちまち会の団長が本格に変わりました。つまり前には四角だったのが、今度は六角形の家になったのですな。さて、その日は暮れて次の日になりました。お日様の黄金色の光は後ろの桃の木の影帽子を3000寸も遠くまで投げ出し、空は真っ青に光りましたが、誰も回路団に仕事を頼みに来ませんでした。そこで殿様ガエルはみんなを集めて言いました。さっぱり誰も仕事を頼みには来ない。どうか仕事がなくちゃ、お前たちを養っていても仕方ない。俺もとうとう飛んだことになったや。それにつけても仕事がないときに忙しいときの支度をしておくことが最も必要だ。つまりその仕事の材料をこんなときに集めておかないといかんな。続いてはまず第一が木だがな、今日はみんな出て行って立派な木を10本だけ、10本じゃ少ない、100本、100本でも少ないな。1000本だけ集めてこい。もし1000本集まらなかったらすぐ警察へ訴えるぞ。貴様らはみんな死刑になるぞ。その太い首をスポンと切られるぞ。首が太いからスポンとはいかない、シッポーンと切られるぞ。アマガエル殿は緑色の手足をブルブルブルっと痙攣されました。そしてコソ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 逃げるように表に出て、一人が33本3部3輪鏡ずつという見当で一生懸命陰気を探しましたが、団体もご覧のお金がくらい探してしまっていたのですから、いくらそこらをみんながヘルプに行って回っても夕方までにたった9本しか見つかりませんでした。
さあアマガエルはみんな泣き顔になってうろ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 やりましたが、ますますどうもいけません。そこへちょうど一匹のアリが通りかかりました。そしてみんなが飴色の夕日に真っ青に透き通って泣いているのを見て驚いて尋ねました。アマガエルさん、昨日はどうもありがとう。一体どうしたんですか？今日は木を千本トモサマガエルに持っていかないといけないのです。まだ9本しか見つかりません。アリはこれを聞いてキュッ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 と大笑いに笑い始めました。それから申しました。千本持ってこんと言うならば千本持っていったらいいじゃありませんか。そら、そこにあるその煙のような煙ってのは一つたび500本にもなるじゃありませんけ。なるほどとみんなが喜んで、その煙のような髪の毛を一人が33本3本3輪ずつ取って、アリにお礼を言ってカーレ団長のところに帰ってきました。すると団長は大機嫌です。よしよし、さあみんな舶来ウイスキーを一杯ずつ飲んで休むんだよ。そこでみんなは泡粒のコップで舶来ウイスキーを一杯ずつ飲んでクラクラキーキーと眠ってしまいました。次の朝、またお日様がお昇りになりますと殿様ガエルは言いました。おいみんな集まれ、今日もどこからの仕事を頼みやこれ。いいか、今日はなあちこち花畑出てって花の種を拾ってくるんだ。一人が100粒ずつ、いや100粒です、1000粒ずつ、いや1000粒もこんな日が長い時にはあんまり少ない。万粒ずつはいいかな、万粒ずつ拾ってこい。いいか、もし来なかったらすぐお前らを巡査に渡すぞ。巡査は首をシュッポーンと切るぞ。アマガエル殿はお日様に真っ青に透き通りながら花畑の方へ参りました。ところがちょうど幸いに花の種は雨のようにこぼれていましたし、蜂もブンブン鳴いていましたので、みんなしゃがんで一生懸命拾いました。拾いながらこんなことを言っていました。おい、うち子、一番粒拾いしようかい。急がないとダメそうだよ、まだ300粒にしかならないんだもの。さっき団長が初めに100粒って言ったね。100粒ならよかったね。うん、次に1000粒って言ったね。1000粒でもよかったね。本当にね、おいらお酒をなぜあんな飲んだろうな。おいらもそいつを考えてるんだよ。どうも1杯目と2杯目、2杯目と3杯目、みんな順繰りに糸か何かついてて350杯繋がっていたと、おいら今考えてるんだ。全くだよ。もっと急がないと大変だよ。そうそう。さて、みんなは拾って拾って拾って、夕方までにやっと1万粒ずつ集めて、カイロ団長のところへ帰ってきました。すると、殿様ガエルのカイロ団長が喜んで。おお。よし。さあ、みんな。舶来ウイスキーを一杯ずつ飲んで寝るんだよと言いました。イエイ、アマガエルどもも大喜びで、みんなの泡のコップで舶来ウイスキーを一杯ずつ飲んでキーキーと寝てしまいました。次の朝、アマガエルどもが目を覚ましていますと、もう一匹の殿様ガエルが来ていて、団長とこんな話をしていました。とにかく大いに盛んにやらないといけないね。そうでなければ笑い者になってしまうだけだ。まったくだよ。どうだろう、一人前90円ずつということにしては。ああ、それぐらいならまあよかろうかな。よかろうよ。おや、みんな起きたね。今日は何の仕事をさせようか。どうも毎日仕事がなくて困るんだよ。うん、それは大いに同情するね。今日は石を運ばせてやろうか。おいみんな、今日は石を一人で90本目ずつ運んでこい。いや、90本目じゃあんまり少ないかな。うん、900貫という方が口調がいいね。そうだそうだ、もうどれだけいいか知らないね。
おいみんな、今日は石を一人につき900貫ずつ運んでこい。もし来なかったら早速お前らを警察に引き渡すぞ。ここには裁判の方のお方もおいでになるのだ。首をシュッポーンと切ってしまうくらい実にわけない話だ。アマガエルはみんな透き通って真っ青になってしまいました。それはそのはずです。一人900貫の石なんて人間でさえできるもんじゃありません。ところがアマガエルの目方が何問目あるかといったら、たかが8問目か9問目でしょう。それが1日に一人で900貫の石を運ぶなどは、もうみんな考えただけでめまいを起こしてクークーと泣いてバタリバタリ倒れてしまったことは全く無理もありません。殿様ガエルは早速例の鉄の棒を持ち出してアマガエルの頭をコツンコツンと叩いて回りました。アマガエルは周りが青くくるくるするように思いながら仕事に出ていきました。お日様さえずっと遠くの天の隅のあたりで三角になってくるりくるりと動いているように見えたのです。みんなは石のあるところに行きました。そして丁寧に100問目ばかりある石に綱を結びつけて、ねえやらやらほい、ねえやらやらほいと引っ張り始めました。みんなあんまり一生懸命だったので汗が体中チク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 出て、体はまるでヘタヘタ風のようになり、世界はほとんど真っ暗に見えました。とにかくそれでも30匹が首尾よく命名の石をカイロ団長の家まで運んだ時にはもうお昼になっていました。それにみんなは疲れてフラフラして目を開いていることも立っていることもできませんでした。ああ、ところがこれから晩までにもう899貫900問目運ばないと首をしっぽーんと切られるのです。カイロ団長はちょうどこの時うちの中でいびきをかいて寝ておりましたが、やっと目を覚ましてゆっくりと外に出ていました。アマガエル殿は運んできた石の上に腰をかけてため息をついたり、土の上で大の字になって寝返りしています。その影帽子は青く日が透き通って地面に美しく落ちていました。団長は怒って急いで鉄の棒を取りに家の中に入りますと、その間に目を覚ましていたアマガエルは寝ていたものを呼び起こして、団長がまた出てきた時にはもうみんなちゃんと立っていました。カイロ団長が申しました。なんだよその仲間、今までかかってたったこれだけしか運ばないのか。なんという貴様らは育児なしだ。俺などは石の900貫やそこら30分で運んでみせるぞ。とても私らにはできません。私らはもう死にそうなんです。ええ、育児なし早く運べ。晩までにできなかったらみんな警察やってしまうぞ。警察では首をシュッポーンと切るぞバカめ。アマガエルはやけくそになって叫びました。どうか早く警察やってください。シュッポーンシュッポーンと聞いてるとなんだか面白いような気がします。カイル団長は怒って叫びました。それは全くカイロ団長の喉から出たのではありませんでした。かの青空高く響き渡るカタツムリのメガホーンの声でした。王様の新しい命令の叫ぶりでした。そら新しいご命令だと、アマガエルも殿様ガエルも急いでシャンと立ちました。カタツムリの吹くメガホーンの声はいとも朗らかに響き渡りました。王様の新しいご命令、王様の新しいご命令、一箇条、人に物を言いつける方法。人に物を言いつける方法。第一、人に物を言いつけるときはその言いつけられる物の目方で自分の体の目方を割って答えを見つける。第二、言いつける仕事にその答えをかける。第三、
その仕事を一遍自分で2日間やってみる。以上、その通りやらない者は鳥の国へ引き渡す。さあ、アマガエル殿は喜んだのなんだって。セッコという三陸の得意なカエルなどはもうすぐ暗算を始めました。言いつけられる我々の目方は十問目、言いつける団長の目方は百問目、百問目割る十問目、答え十、仕事は九百貫目、九百貫目かける十、答え九千貫目。九千貫だよお前。みんな団長さん、さあこれから晩までに四千五百貫目石を引っ張ってください。さあ王様の命令です、引っ張ってください。今度は殿様ガエルはだんだん色が染めて飴色に透き通って、そしてブルブル震えてまいりました。アマガエルはみんなで殿様ガエルを囲んで石のあるところへ連れて行きました。そして一貫目ばかりある石に砂を結びつけて、さあこれを晩までに4500運べばいいのです、と言いながら貝の団長の肩に綱の先を引っ掛けてやりました。団長もやっと覚悟が決まったと見えて、持っていた鉄の棒を投げ捨てて、目をちゃんと決めて石を運んでいく方角を見定めましたが、まだどうも本当に引っ張る気にはなりませんでした。山ガエルは声を揃えて生やしてやりました。よーいっと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 しょー。カイロ団長は林に釣り込まれて五辺ばかり足をテクテク踏ん張って綱を引っ張りましたが、石はびくとも動きません。このままガエルはチクチク汗を流して口を洗う限り開けて、ふうふうと息をしました。真っ赤なあたりがみんなクラクラして茶色に見えてしまったのです。よーいっと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 。そのままガエルはまた四辺ばかり足を踏ん張りましたが、おしまいの頃には足が効くことなく、くにゃりと曲がってしまいました。アマガエルはほまんどっと笑い出しました。まあ、どういうわけかそれから急にシーンとなってしまいました。それはそれはシーンとしてしまいました。皆さん、この時の寂しいことと言ったら私はとても口で言えません。皆さんはお分かりですか。どっと一緒に人をあざけり笑って、それからにわかにシーンとなった時のこの寂しいことです。ところがちょうどその時、またもや青空高くカタツムリのメガホーンの声が響き渡りました。王様の新しいご命令、王様の新しいご命令、すべてあらゆる生き物はみんな気のいいかわいそうなものである、決して憎んではならん。以上。それから声がまた向こうの方へ行って、王様の新しいご命令と響き渡っております。そこでアマガエルはみんな走り寄って、殿様ガエルに溝をやったり、曲がった足を直してやったり、トントン背中を叩いたりいたしました。殿様ガエルはほろほろ貝の涙をこぼして、あ、皆さん、私が悪かったのです。私はもうあなた方の団長でもなんでもありません。私はやっぱりただのカエルです。明日から下手を願います。アマガエルはみんな喜んで手をパチパチ叩きました。次の日からアマガエルは元のように愉快にやり始めました。皆さん、雨上がりや風の次の日、そうでなくてもお天気のいい日に、畑の中や花壇の陰でこんなようなサラ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 言う声を聞きませんか。おいベッコ、そこのところをもう少しよくならしてくれ。いいともさ。おいおい、そこへ植えるのはスズメの片びらじゃない、スズメ